ていただきましてありがとうございます。今日は鶏肝を炊こうと思います。用意するのは鶏肝、そして砂糖、お酒、お醤油で炊こうと思います。あ、そして生姜です。中に肝を入れます。さっと茹でます。深いところがなくなれば火を止めます。これをきれいに洗います。まずお酒を入れます。そしてお砂糖を入れます。そしてみりんを少し入れます。お醤油がかかるくらいで炊きます。生姜を入れて少し煮詰めていきます。水分が少ないので焦げやすいので注意して焼きます。とってもいい匂いで焼けてます。栗みたいな食感でとても美味しいんです。ぜひ作ってくださいね。美味しいですよ。